ベンフォールドは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦の15番艦。艦名は、朝鮮戦争で戦死し、名誉勲章を受章したエドワード・クライド・ベンフォールド3等衛星兵の、名にちなむ。イージスシステムの BMD3.6-1 を搭載する改修を受け、ミサイル防衛対応艦の一隻となった。ベンフォールドは、 ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造され、1996年3月30日に太平洋艦隊に加わった。1997年から1999年までベンフォールドの舞台指揮官であったマイケル・アブラ・ショフは、艦での経験を、イッツ・ユア・シップ、マネージメント・テクニクス・フロム・ザ・ベスト・ダーム・シップ・イン・ザ・ネイビーとして出版し、ベストセラーとなった。 2005年1月にベンホールドはオペレーションユニファイドアシスタンスに参加しスマトラ島沖地震の被災者を救援した2009年3月26日弾道ミサイルと巡航ミサイルに同時対処するステラーダガー迎撃試験の実施官となり SM-2 ブロック 3A による巡航ミサイル標的の迎撃と SM-2 ブロック4による 短距離弾道ミサイル標的のターミナル段階迎撃を同時に成功させた。2012年12月、北朝鮮は人工衛星と称する弾道ミサイルの発射を予告した。これに対し米国海軍は航海に艦艇を展開させ不測の事態に備え、ベンフォールドは DDG-62 フィッツジェラルドと共に12月9日までに当該海域に配備された。他に イージス艦2隻のミサイル追跡艦 TAGM-23 オブザベーションアイランドに、海上自衛隊から、イージス艦3隻、大韓民国海軍から2隻が配備された。2015年10月17日、アメリカのアジア重視戦略、リバランスの一環により、配備先の横須賀基地に到着した。2017年までに第7艦隊に追加配備が、計画されている。 イージス艦3隻のうち2隻目。イージスシステムベースライン9をアップデート搭載しており、従来では対処できなかった複数かつ発射角度の違う弾道ミサイルを同時に迎撃可能な能力を有している。2017年11月18日、相模湾で栄光の訓練をしていた際に推進力を失った A 船と接触する事故が発生。 全体にこすった跡がついた。ありがとうございます。